北国新聞ニュースをお伝えします。奥能登の豪雨発生から5日目の今日、輪島市普手川町の塚田川近くで高齢女性が見つかり死亡が確認されました。これで今回の豪雨で亡くなった人は9人になりました。普手川町の塚田川流域では複数の住宅が流されました。今日は消防や警察、自衛隊など合わせて400人以上が川沿いのおよそ 1.5 キロの範囲で捜索に当たりました。消防によりますと、自衛隊が上流側で流木を取り除き、およそ1メートル掘り進めたところ、白い車を発見しました。そして午前9時10分ごろ、車から2メートルほど離れた場所で土砂に埋まった1人を見つけ、現場で死亡を確認しました。輪島警察署などは安否不明の伊門優子さん68歳とみて調べています。これで今回の豪雨で亡くなった人は9人となりました。一方、昨日珠洲市大谷町で土砂の中から発見された高齢女性の遺体について、珠洲警察署は佐田博和恵さん79歳と確認しました。石川県は今日新たに1人の安否がわからないと発表しました。これで不明者は6人となっています。今日で5日目となってしまいました。そうですね。はい、まあ、日を追って、被害の大きさ、救出の困難さというのが明らかになってきました。天候はなんとか落ち着いているんですが、道路や家屋に押し寄せたこの泥がですね、固まって、除去するのに大変な労力が必要になってきます。私なども経験があるんですけれども、冬場の除雪よりもきついと思いますね。はい、何より人手が欲しいというのが実感だと思いますけれども、震災からの復興で培った助け合いの精神、もう一度生かす局面だと思いますね。はい、津幡町出身の大相撲大野里の大関昇進が正式に決まり、大野里は伝達式で唯一無二の力士を目指すと力強く口上を述べました。日本相撲協会は今日の臨時理事会で大野里の大関昇進を満場一致で決めました。その後、相撲協会の使者が茨城県阿見町の二所ノ関部屋で昇進を伝えると、師匠の二所ノ関親方と共に出迎えた大野里は緊張した面持ちで、大関の地位を汚さぬよう唯一無二の力士を目指し相撲道に精進しますと力強く口上を述べました。初土俵から所要9場所は昭和以降最速で、相撲協会によりますと、大いちょうを言えないちょんまげ大関の誕生は前例がないとのことです。石川県の出身力士では輪島、出島に続く3人目の大関となる大野里は、この番付になった以上今までより自覚を持っていく、これからは結果がすべてなのでしっかりと稽古して九州場所へ向かいたいと話していました。お伝えしましたように、大相撲秋場所で2度目の優勝を果たした津幡町出身の関脇大野里が新大関に昇進することが正式に決まりました。昭和以降では史上最速の昇進となるわけですが、野口さん、震災と豪雨で未曽有の試練に立たされている能登に希望を与える活躍を期待したいですね。そうですね。この大野里の昇進というのは、初場所から所要9場所、入幕5場所ということで、まさに唯一無二の偉業と言えそうですね。はい、順調に勝ち上がって、先々場所で初優勝し、先場所は9勝止まりで課題も見えましたが、今場所は見事にそれを修正して、鋭い立ち合いからの突き押しに磨きがかかり、得意のこの右差しからの圧倒的な攻撃力というのは、相手が横綱や大関であっても、そうそう揺るがないということを思っていうふうに実感しますよね。はい、初日から11連勝したときは、このまま全勝するんではないかと思われたんですが、終盤、ちょっと脆さも見えました。このあたりは
反省点として来場所しっかりとまた修正するんじゃないかと思いますね、はい、最近は大関に昇進しても力を発揮できずに陥落してしまう力士が目立ちますから、うん、気を抜かずに頑張ってほしいですね。そうですね、まあ、そのいわゆるその波乱の場所が面白いというのも、まあ、安定した上位陣がいてこそですよね、はい、まあ、今はまああの相撲ファンが待望しているのは、まあ、往年の北の湖とか、ね、白鵬のようなもう呆れるほどの強い、まあ、力士なんじゃないでしょうかね、はい、まあ、の期待の大きさというのはスピード出世で、番付を一気に駆け上がる、まあ、新しい力の台頭にも当てはまります、うん、まあ、そんな力士が各界の歴史を作ってきましたが、大野里の進化がまさにこれから問われますよね、うん、あのこの勢いを持続できれば、うん、来年早々には綱取りも見えてくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんとなくそんな感じですよね、はい、まあ、あの師匠の二所ノ関親方、まあ、あの稀勢の里ですけれども、まあ、あの2017年に横綱に昇進しましたが、まあ、日本人横綱の誕生は実は21世紀になって稀勢の里しかいないわけですよね。そうですか、まあ、あの頂点に上り詰めれば、まあ、郷土の大先輩ご覧の輪島以来の史上2人目の大学卒の横綱となります、はい、まあ、の北の海と優勝を争った昭和のいわゆるその凛子時代、まあ、輪島の輪と北の海の海でもこれを合わせて凛子と言って凛子時代と言ってるんですが、まあ、それを知る地元相撲ファンにとっても新たな横綱の誕生はまあ、長年の夢でしょうね。番付を上げても選ぶらない、うん、こう謙虚な性格も大野里の魅力でしょうね、まあ、あの元 NHK アナウンサーのですね、相撲ジャーナリストの杉山邦弘さんが、まあ、先立って、まあ、金沢市で講演して、まあ、支度部屋に入るときに、まあ、先輩の関取衆に一人一人挨拶をしていたのに大変驚いたと、まあ、あの素直で謙虚で攻めの相撲もいい、間違いなく来年は横綱になると信じていますというふうに太鼓判をしていらっしゃいましたね、まあ、あの優勝のインタビューで、大野里は、まあ、石川県に、まあ、明るい話題を届けたい、僕の優勝で元気になってほしいと、まあ、あの故郷への思いを語っています。まあ、10月6日には大相撲金沢場所で石川のファンの前にもお目見えすると、まあ、あの気持ちが沈みがちな被災地に力を届ける、まあ、一層の奮闘を期待したいですよね、はい、七尾市の水田で昨日宮中行事の新嘗祭で用いる新米を収穫する御抜き干し機が営まれました。七尾市中島町の農業木下源蔵さんの建国伝では仮目役の中島中学校1年生5人が紺のかすりの着物に赤いたすき姿で田に入り黄金色に実ったコシヒカリを収穫しました。市内で建国伝が選ばれるのは9年ぶりです。猛暑や豪雨で御抜き干し機を迎えられるか不安だったという木下さんは1日3回の見回りを欠かさず立派な米ができた、能登の農業の励みになってほしいと話しました。収穫された新米のうち5合が献納され11月23日の新嘗祭に使われます。金沢市はイタリアの首都ローマとミラノで来月金沢の食文化を紹介するワークショップを初めて開催します。金沢市は来月6日からイタリアに観光プロモーション団を派遣しリミニで開催される国際旅行博に2年連続で出展します。今年は食文化プロモーション団も送り込み日本の三大菓子どころの金沢と5大醤油産地の大野を PR することにしました。ワークショップはメディア関係者やインフルエンサー向きでローマでは8日に日本産品を扱うアンテナショップと和食店でミラノでは10日にヨーロッパ最大規模の日本文化発信複合施設テノハで開催します。講師は県菓子工業組合金沢支部の若手で作る花友会の吉橋太平会長と大野醤油醸造協業組合の直江純一郎副理事長が務めます。現地では吉橋さんが
菊と紅葉をモチーフにした上生菓子の作り方を教え、直江さんは熟成させたもろみを絞って生醤油を味わう体験を提供します。先月までの今年の兼六園の外国人入園者数でイタリアから来た人は前の年の同じ時期と比べて 46% 増えていて、金沢市の担当者は今が売り込みのチャンスで金沢の食の素晴らしさを知ってもらいたいと話しました。きっと受け入れてもらえると思います、うん、そうですね、はい、まあ、イタリアは美食の国として知られてますが、まあ、といっても私なんとかパスタかピザぐらいしか知らないんですけれども、まあ、2010年にはですね、地中海の料理ということで世界無形遺産に登録されました。まさにこう本物が分かる国、まあ、同じ無形遺産の和食の本場である、まあ、金沢の和菓子と醤油というですね、これまた純日本風のテイストが、まあ、どう評価されるのかと、まあ、非常にこれは楽しみですよね、はい、北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込みお問い合わせは金沢ケーブル 0120-751-114 番までどうぞ。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネットケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すればネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すればさらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合やケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大47,300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で3万円キャッシュバックします。
金沢ケーブルのサービスの申し込み、お問い合わせについては0120-751-1141までどうぞ。